はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay クレジットカードにスマホ決済を紐付けた結果ということで、今回は僕が何度か動画で紹介させていただいてます、Visa Line Pay カードの話題ですね。まあ、届いてから何週間かまあ、経過しまして、いろんなところで僕も利用してきましたので、まあ、スマホ決済との相性も踏まえて、ぜひですね、最後まで楽しんでいっていただければと思います。それで行ってみましょう それではですね、僕がこの Visa ンペイクレジットカードを使っての l i n e ポイントの獲得履歴を実際に見ていこうと思います。まあ、いくつか分けていこうと思うんですけども、まずはここですね、以前も少し動画でも紹介させていただいたんですけども、Amazon にて僕が Kindle をまあ利用しているんですけども、その時にまあ電子書籍を Visa LinePay クレジットカードを直接決済して、それぞれまあ13ポイントと19ポイントが反映されているということですね。次に d デリバリ v ですね。まあ、ここは以前も動画でも、 紹介させていただいたただんですけども、まあ、基本的にリーデリバリーはもうポイントで決済することが多いんですけども、まあ、その余った分のまあ差額分ですね80円分を決済して2ポイント反映されてるということですね 次はローソンですね。以前ですね、三井住友カードのビザのタッチ決済の、まあ、1000円、1000円分までタダというようなキャンペーンがあってたんですけども、その時のポイントがこの34ポイントが反映されてるということになっております。これ嬉しいですよね。1000円分がタダで、プラスアルファでさらにポイントがもらえるっていうのはちょっとなんかお得感がすごくありますね。 ちなみにもうこのキャンペーン自体は終わっております。そしたら次ですね。早速やってきました。D 払いでの決済ですね。なんとですね、Visa l i n e p a y クレジットカードを を D 払いと連携させて、それでまあ D 払いで決済したらなんとポイントが付与されたんですよね。これはちょっと嬉しいですよね。なので D 払いの D ポイントもしっかりとポイント付与されて、なおかつラインポイントも付与されると。なので僕は148ポイントが反映されているということですね。次はこちらまた同じくですね D デリバリー使ったのでこれに関してもポイントで払ってその分の残った差額分に関してはビザラインペイクレジットカードで決済したので40円分決済してまあ1ポイント反映されているという。 次、ここを見ていただきたいんですけども、なんと PayPay ペイペイと VisaLINEPay クレジットカードを紐付けた状態で PayPay ペイペイのクレジットカード払いの決済をして37ポイントが反映されてるということになります。まあ、ここ、声優って書いてるんですけども、まあ、全国的には声優っていうスーパーがあるんですが、福岡では結構そのサニーっていうスーパーが結構多いので、そのサニーで PayPay ペイペイで決済してしっかりとラインポイントが付与されてるということですね。これも結構意外でしたね。ちゃんと反映されるんだと思って。で、これはね、 少し前の動画でも紹介させていただいたんですけども、ポイントサイトの EC ナビからポイント、まあランクアップのためにですね、ポイント移動させて、まあ6360ポイント移動させたというような履歴となっております。 まあそれに関してはですね一応下にも概要欄にリンク貼ってるんですけどもランクアップの方法について解説してる動画ありますのでぜひこちらもチェックしてみてくださいで続きましてこちらですねビザラインペクレジットカードと記載されて537ポイントと出てるんですけどもこれは僕が普通にインターネット上で決済してこれが537ポイント反映されてるということになります次はユニクロ自由オンラインということなんですけどもよくあの LINE ショッピングのイベントでポチポチフライデーというのがあるんですけども僕はまあ僕自身ですねこれまで参加することがほとんど なかったんですけども今回ユニクロでま買いたいものがあったのでまあ、このポチポチフライデーと合わせて今回は決済してみましたなのでまあこのポチポチフライデーの200ポイントですねまだ反映されてないんですけどもこの200ポイントプラス今回普通にネット上で決済したので65ポイントが反映されてるということになりますで、ここからちょっとしたねスマホ決済のポイント付与に関することになるんですけどもまあ、先ほどお伝えしたように PayPay と D 払いに関してはしっかりと LINE ポイントが付与されてたということです ですね、あと残りなんですけども楽天ペイとトヨタオレットなんですがこの楽天ペイに関しましては ちょっとですね、僕がトライするのが遅かったのか、反映がまだされてなかったんですよね。ですが、まあちょっとね、ツイッターとかネット上いろいろ検索したら、楽天ペイとビザラインペイクレジットカードを紐付けた状態で楽天ペイで決済したら、まあラインポイントが付与されてるということもちょくちょく見かけました。なので、まあここはもうポイント付与されるのかなと思います。そして、このトヨタブレットなんですけども、これはポイント付与の対象外となっております。というのもですね、ま、まあまポイント付与がされない理由としたら、真ん中に出てるような、まあ今 ま簡単に言うと、三井住友カード関連に関しては、例えばそのトヨタウォレットの場合、この三井住友カードの系列っていうんですかね。まあ、それに値するので、ビザラインペイクレジットカードを使ってトヨタウォレットにチャージしたら、一応手数料無料でチャージはできるんですけども、それに関するポイントが付与されないようになってるんですよね。まあ、けどまあ、これに関しては、普通に500円分をチャージしたということだけになります。なのでね、これに関しては間違いないようにお願いします。で、次なんですけども、このスマホ決済とプラス プラス Visa ラインペイクレジットカードを紐付けた時の還元率を簡単に紹介したいと思うんですけども、ざっとこんな感じとなっております。まず PayPay ペペの場合なんですけどもペ、PayPay ペの場合は、クレジットカード払いの場合はですねペ、PayPay ペステップがあるんですけども、それの対象外となります。なので、まあ、基本還元率が0%になるプラス Visa ラインペイクレジットカードの3%で、トータルで3%還元となります。 ま、これはもう LINE ポイントだけの3%還元ですね。で、次 D 払いですね。D 払いを店舗決済で行った場合なんですけども、通常の還元率が0.5%となります。なので D ポイントの0.5%プラスビザラインペイクレジットカードの3%で実質3.5%の還元率となります。これ結構いいですよね。次楽天ペイなんですけども、楽天ペイに関しては通常の還元率は今0%となっております。なのでその0%プラスビザラインペイクレジットカードの3%合わせてトータルで実質 3%還元となります最後、トヨタオレットですね。トヨタオレットに関しては、通常の還元率は0%になっているので、それにプラス、LINE ポイントも付与の対象外となっているので、まあ、LINE ポイントも0%ということで、トータルで0%還元。まあ、事実ないに等しいですね。で、僕もですね、まあ、数週間使った上で、今後の使い方あったりとか、あとは注意点などもあるので、まあ、それも簡単にお伝えしたいと思います。ドンということで、まずですね、この v i s a l i n e でクレジットカードなんですけども、ポイント付与の上限って 基本的にはないですけども今出てるようにクレジットカードの枠内ということで このクレジットカードに関しては、人によって枠っていうのは全然変わってきます。10万であったりとか、20万、30万、もしくは80万とかいろいろあったりするんですけども、その中であれば、ポイント付与はしっかりとされるということになるので、誰しもが、ま、上限が結構バラバラなので、これはお気をつけください。あと、ここも結構重要かなと思う。今の時期だったら結構重要かなと思うんですけども、まあ、各種税金の支払いということで、1回に5万円以上は基本的に対象外となります。本当にね、で、今だと自動車税、まあ、これ、漢字間違えてますね。まあ自動車税 を払うななども、まあ、ここれれに関してはビザペインクレジットカードが活躍すするのでこれで,これで結構お得かなと思いますねそして、ここも結構いいかなと思うんですけども、毎月の固定費でもある公共料金ですね。電気、ガス、水道ということで、まあ、僕が住んでるマンションに関しては、ちょっとオール電化で、なおかつ水道があの使い放題ということになってるので、まあ、電気代しかもう基本的に払ってないんですけども、これをね、ビザ、ラインペイ、クレジットカードに切り替えれば、その3%還元を毎月受けることもできるので、まあ、こういったところも切り替える 結構早くやった方がいいいかなと思いま,すまあ僕もとりあえず切り替えて今月は多分普通に払うと思うんですけども来月ぐらいからは Visa Line Pick c r y で払反映されれば決済されるんじゃないかなと思いますあと最後ここも重要ですねスマホ代ということでで僕の場合は今現在まだソフトバンクを使ってるのでまとめて支払いというのが使うことができますいわゆるその携帯電金と合算の支払い方法なんですけどももしですねこれを使って ただですね今、下にも出てるような、ペイペイステップの対象となるんですよね。まとめて支払いを使ってチャージをしたら、ペイペイの0.5%分の通常の還元率も受けることができますし、なおかつ、ミザラインペイクレジットカードの3%還元も受けるので、実質3.5%も可能となります。 なので、もしソフトバンクですとか、Y モバイル利用されている方であれば、まあ、こういった方法もあるので、もしですね、利用される方は、まとめて支払い使ってみるのもいいのかなと思います。まあ、今回このソフトバンク、Y モバイルを例に挙げたんですけども、毎月のスマホ代って意外と、まあ、かかったりはするので、まあ、これをね、ビザ s a Limpy、c r e d に切り替えることができれば、まあ3、3%って、まあまあ、結構お得だと思うので、今のうちに、まあ、届いた方はね、早く切り替えるのもいいんじゃないかなと思います。 まあそんなこんなで今回は、ビザナインペイクレジットカードとスマホ決済の相性はということについてお伝えをさせていただきました。まあトータルで見てまあ相性としては結構いいのかなと思います。 ま、どこで、ビザラインペイクレジットカードで決済できればそれだけでいいんですけども、けどま、場所によっては、ペイペイでしか決済できないという場合の場所もあると思うので、その時はこのカード紐付けていれば、まあ、ペイペイの還元率はなくても、普通にビザラインペイクレジットカードの還元を受けることができたりとか、使い方によってはかなり効率よく使えるのかなと思いますので、まあ、本当にね、この3%受けれる期間に関しては、もう本当にね、効率よく使うのが一番いいのかなと思います。 ですが、やっぱりね、こういったものに関してはいつどこで何かこう規制が入るのかっていうのがわかんないので、もしね、行う際はぜひこれは自己責任で行い、行うようにお願いします。一応今回お伝えしたビザラインペ m クレジットカードに関しての公式リンク下の概要欄に貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 以前ですね、僕が固定費の動画を上げたときに、まあ、ビッグローブモバイルに機種変更するということでお伝えをしてたんですけども、今ですね、このビッグローブに切り替えるか、ちょっと今最近になって、あの、Y モバイルに切り替えるかってちょっと今揺らいでるんですよね。っていうのはまあ一つだけ理由があって、ビッグローブモバイルも全然あの、エンタメフリーとかめちゃくちゃ良かったなと思ったんですが、毎月のこう、通信料であったりとか、それプラス僕の自宅がソフトバンク光を導入してるので、それと合わせたら、まあ、Y モバイルも悪くないかなっていうふうに、 今、まあ揺らいでるんですよね。ま、ほんとね、こういったことに関しては、まだ僕、初心者でかなり不慣れなので、めちゃくちゃ今悩んでるというような時期、時期になってるんですよ。今月は切り替えるとは思うんですけども、僕がビッグローモバイルになっているのか、もしくはね、ワ Y モバイルになっているのかっていうのはね、また、これは動画でまた楽しみに待っていただければなと思います。